久しぶりのビールがわわちゃんなんか私ってほんとそそっかしいごめん大丈夫あっこれで拭いちゃったこのブラウスがどうしたの電気もつけないで遅くなってすまなかったな急なオペが入ったもんだから合格おめでとうありがとうございますこれで私は圭介の後輩だなもう少し嬉しそうにしたら本当に変な子ね合格発表も見に行こうとしないしそうなのか、うん、合格したこと担任の先生が連絡くださったのよ自信がなかったのかさあ食事に行くから支度しなさで東高受かるわけないじゃんそんなことないよ別に行きたくないしごちそうさまごめんね入学式行けなくてううん、うん、仕事でしょしょうがないってよし準備できたぞどうしたのそんな格好して入学式だよお店は午後から開ければいいじゃないか午後から開けるお豆腐屋さんどこにいんのよけどねえお父さん写真撮ってああそうだなよしああほら行くぞ笑いほらよしちょっとポーズ変えてみようかうんいいねいいねいいねああ行くぞはいよし今度こっちばこっちばはいほらお母さんちょっと並んで並んではいはいあらお前少し痩せたんじゃないか本当にうん変なダイエットでもしてんじゃないでしょうねしてないよさあ行くぞならいいけど今は体作る大事な時なんだからね分かってるってはいもう一枚よし今度はみんな並んでほらそこにそこに並んでさ私はいいよダメだってほらよしちょっと待ってよしさあ行くぞドキ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 笑いいってきます行ってきます行ってらっしゃい気をつけてなうんだから気をつけろって言ったんだよ担任の西野だ担当教科は英語女子バスケ部の顧問をやってるこれからの1年間一致団結してみんな頭良さそうだね近づきにくしよしなそれじゃあ出席を取るから麻生春人麻生春人オンダはいお前麻生と同じ中学だななんか聞いてないか別のも遅えよ、ハルト入学式まで遅刻か
すいません、途中で女子高生が転んで怪我したんでほっとけなくて病院に着いてたんです。お前も毎回大変だな。分かった、席につけ。入試の時の人だよね。池田龍馬。はい。本田光平。はい。岡田明宏。はい。な、今の話マジか。嘘。黒塚光平だと思った。はい。中田圭太郎。変なやつ。早速だがクラス委員を決めるから立候補する者いるか。じゃあ推薦したい人はいるか。じゃあ1学期は出席番号1番の男女にやってもらおうか。男子は麻生。え、マジっすか。女子は池内。この2人でいいか。それじゃあ2人とも1学期のクラス委員よろしくな。はい。めんどくせえ。クラス委員前に出て。みんなも分かってると思うが6月に合唱コンクールが行われる。これは東高の伝統行事の一つで、新しく同じクラスになった者同士が協力し合い一つにまとまることを目指して行われる。まずは指揮者と曲目を決めるから、クラス委員競技を進行してくれ。じゃあまず指揮者決めたいと思います。クラス委員がやればいいと思います。じゃあやって。え、多数決取ります。指揮者は何だっけ名前。池内です。池内さんに反対の人ってことだから。ちょっと、じゃあ次コンクールの曲について。それもクラス委員で決めてもらっていいんじゃない。え、クラス委員に選ばれたの。すげえ。さすが俺の子だ。お父さんクラス委員になったことあんの。いや特にない。何それ。でも男子のクラス委員なんか全然やる気ないの。あの子、入試の日に自転車に乗っけてくれた子。あの二人乗り男が同じクラスになったの。じゃあ今度連れてらっしゃいよ。ん、まあしょうがねえな。豆腐の一丁でも食わしてやるか。この間はあんなに怒ってたくせに。あとしょうがねえだろう。その二人乗り男がいなきゃ綾だって東高に入れなかったかもしれないんですよ。でもその子合唱コンクールの指揮者まで私に押し付けるんだよ。何何何、本当か。うちの娘が大観衆の中でタクト振るのか。俺見に行く。みかも。俺もあや姉ちゃん下手くそ。本当だね、理科の方がうんと上手だね。合唱コンクールか。病院ちょっと気になるのよ。ほら最近よく物を落とすでしょ。それによく転ぶみたいだし。多分ちょっと疲れてるだけだって。でもね。あんま驚かさないでよ。保健師のお母さんにそんなこと言われたら怖いじゃん。いや脅かすわけじゃないけど。まあそこまで言うならお母さんの顔を立てて病院行ってあげてもいいけど。本当？じゃあそうしようか。その方が安心できるしね。大丈夫だよ、私まだ15だよ。お風呂開いたよ。入りなさいよ。はーい。富田さんだよね。何？合唱コンクールの伴奏お願いしたいんだけど。え？他の人にやってもらってよ。でもね、うちのクラスピアノ弾けの富田さんしかいなくって。クラス委員がやれば？え？指揮と伴奏一緒にやんの？それじゃ隠し芸じゃん。ね、これかわいい。うん、もう終わりだよ。新1年生、ようこそ。僕は顧問の西野です。部長の本田香織です。よろしく。よろしくお願いします。それじゃあまずみんなの実力を見せてもらうから。はい。じゃあ一人ずつ順番に。はい。それじゃあまず3年がやってみせるから。